即位礼正殿の儀当日の皇居宮殿。静殿1990年11月12日、撮影皇御座の前で、万歳参照する内閣総理大臣、海府都式静殿中庭の変則位礼正殿の儀は、即位の礼の中心となる、即位した天皇が、日本国の内外に即位を宣明する儀式である。諸外国における、大冠式、即位式にあたり、皇居宮殿。 正殿末の間で取り行われる。天皇が自らの即位を国の内外に宣明する儀式であり、諸外国のいわゆる戴冠式や即位式にあたる。このため国内外から品格が招かれ、特に国外においては国家元首あるいは首脳が参列する。古来、大大理内の大極殿、大大理が廃絶して、以降は京都御所内の指針殿で行われた。 東京テントを経た後も、1889年公布の旧皇室天畔で、即位の礼と大上祭は京都で行うとの規定により、大正天皇及び昭和天皇の即位礼は京都行幸の上で即位礼指神殿の儀として行われた。1947年の皇室天畔改正では、第24条に皇位の継承があった時は即位の礼を行う。 とあるのみでその採業場所についての記述がなくなった。平成2年11月12日の125代、天皇、秋人の即位礼は、東京、皇居で行われることになり、名称も、即位礼聖殿の儀と改められた。当日はいずれも、国民の休日となる、令和時は、天皇の即位の日及び、即位礼聖殿の儀の行われる日を休日とする、法律。 天皇と皇后が昇る皇御座と御長台は通常は京都御所神殿にあるが即位式を行うにあたりその都度解体して運搬され松の間に設営される中庭に面する聖殿中央には京都御所神殿の南外十八段を模して階段が設けられるただし実際には使用されないまた中庭には半旗が建てられ文艦武官の装束を身につけた 総理府、区内庁職員が異議物法事者として奉仕する。公天の場合は中庭の装飾はせず、職員の配置も屋内へと変更される。三県の長皇族、天皇、皇后の順に正殿末の間に参入する。天皇、皇后が皇居山、御町台に上る。 参列者が金の合図により起立する。公御座、ご頂戴のとばりが開けられる。参列者が鼓の合図により敬礼する。内閣総理大臣が公御座前に参進する。天皇のお言葉がある。内閣総理大臣が横刀を述べる。内閣総理大臣が即位を祝して万歳を参照する。参列者が昭和する。万歳参照後。 北の丸公園で自衛隊による21発の高齢砲が撃たれる。内閣総理大臣が所定の位置に戻る。高御座、ご長台のとばりが閉められる。参列者が金の合図により着席する。天皇、皇后が高御座、ご長台から降りる。天皇、皇后、皇族、三権の長の順に退出する。松の間には、 青年皇族が皇居座から向かって、左側と御長代から向かって、右側、三権の長が皇居座左側のさらに後方に、自立する。1990年11月12日、皇居宮殿において行われた。明治天皇の即位礼の際に礼服が廃止され、以来即位礼では、和風の装束が着用されている。これを、御装束と称する。 即対王二法を着用したナルヒト神王側帯に身を包んだフミヒト神王先に日本国憲法及び皇室天範の定めるところによって行為を継承しましたが、ここに即位令正殿の儀を行い、即位を内外に宣明いたします。この時にあたり、改めてお父昭和天皇の64年にわたるご在位の間、いかなる時も、 国民と苦楽を共にされたお心を心として、常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓い、国民の英知とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。謹んで申し上げます。 天皇陛下におかれましては、本日ここにめでたく即位礼正殿の儀を挙行され、即位を内外に宣明されました。一度こぞって心からお喜び申し上げます。ただいまは天皇陛下からいかなる時も国民と苦楽を共にされた昭和天皇のお心を心とされ、常に国民の幸福を願わりつつ、日本国憲法を遵守し、 象徴としての責務を果たされるとのお考えと我が国が一層発展し国際社会の友好と平和人類の福祉と繁栄に寄与することを願われるお気持ちと伺い改めて感銘を覚え敬愛の念を深くいたしました私たち国民一同は天皇陛下を日本国及び日本国民統合の象徴と仰ぎ心を新たに世界に開かれ活力に満ち 文化の香り豊かな日本の建設と世界の平和、人類福祉の増進等を目指して最善の努力を尽くすことをお誓い申し上げます。ここに平成の御世の平安と天皇陛下の矢坂をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。 平成2年11月12日内閣総理大臣、海部都市万歳参照する内閣総理大臣、安倍進む32019年10月22日午後1時より、皇居正殿において挙行された。儀式は、基本的に、平成の例を踏襲する。儀式の模様は、平成児童用、NHK をはじめとする放送事業者で生、放送されたほか、 史上初めて YouTube ライブの官邸公式アカウントニコニコ生放送などにてライブストリーミング配信も行われた。政府が国家として承認している195カ国の元首が招待された。参加した国、地域及び機関は以下の通りである。アルジェリア、バハマ、ベラルーシ、ボリビア、ボツワナ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、エリトリア、ホンジュラス、 イスラエル、レバノン、リベリア、リビア、マラウイ、モーリダニア、モーリシャス、ナミビア、ナイジェリア、ルワンダ、セントルシア、スーダン、スリナム、東ティモール、チュニジア、ウルグアイ、ベネズエラ、イエメンは、中日大使らが3列。なお、招待状を送らなかった国は、シリア、北朝鮮。招待状を送ったが中日大使も、不参加の国は、イラク、 エクアドル、ギニアビサウ、グレナダ、コモロ、サントメプリンシペ、中央アフリカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニーウェ、バヌアツ。スウェーデンのカール16世、グスタフ国王、オランダのウィレム・アレクサンダー国王、スペインのフェリペ6世国王、モナコのアルベール2世大公、ブルネーのハサナル・ボルキア国王、イギリスのチャールズ王大使、クウェートのナーセル殿下は、 平成時に続いて2回連続の3列となった。香港、マカオは平成時はイギリスとポルトガルの植民地統治下であったため、いずれも行政長官により今回が初3列となる。また、中華民国は一つの中国に配慮しつつ、台北中日経済文化代表どころ、中日代表が3列した。なお、トルコのエルドアン大統領はシリア北部で進める、 軍事作戦への対応を理由に、当初の予定を変更して出席しなかったほか、今後民主共和国の地席で大統領も、同国主と近社差で発生したバス事故の対応のため、参加を取りやめた。平成の即位礼正殿の儀に準じるものの、高齢の皇族に様相を認めるなど、例外措置が取られた。天皇、五足大皇后、追溶え務、おから務、 おもこうし、即対こうしひ、いつえぎぬ、からごろも、も国職法とする、しん費、内ひ、郎、および女王、いつえぎぬ、からごろも、もとするく内い長官、く内長次長、次従長、次従次長、自重次従、公う職大部、公う職休務官長、式部官長および、式部副長、側く助官長および助官、いつえぎぬ、からごろも、 模擬の者及び、絵門の、即対域別法事者、司正寺鼓及び、しょうこの係員、即対参列者先に、日本国憲法及び、皇室天板特例法の定めるところにより、行為を継承いたしました。ここに、即位霊静伝の儀を行い、即位を内外に宣明いたします。上皇陛下が30年以上にわたるご在位の間、常に、 国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その心をご自身のお姿でお示しになってきたことに、改めて深く思いをいたし、ここに国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います。 国民の英知とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に、希望いたします。謹んで申し上げます。天皇陛下におかれましては、本日ここにめでたく、即位礼正殿の儀を挙行され、即位を内外に宣明されました。一度こぞって、心から、お喜び申し上げます。ただいま。 天皇陛下から上皇陛下の歩みに深く思いをいされ、国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、日本国憲法に則り、象徴としての責務を果たされるとのお考えと、我が国が一層発展し、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを願われるお気持ちを伺い、深く感銘を受けるとともに、敬愛の念を、 今一度新たにいたしました。私たち国民一同は、天皇陛下を日本国及び日本国民統合の象徴と仰ぎ、心を新たに平和で希望に満ち溢れ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ時代を作り上げていくため、最善の努力を尽くしてまいります。ここに、令和の大の平安と、 天皇陛下の矢坂をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和元年10月22日内閣総理大臣、安倍晋三。ありがとうございます。